これは投稿者が偶然通りかかった町で行われていた原発デモの様子を興味本位で撮影したものだという。この映像を何気なく撮影した投稿者なのだが、今では自身の行動を深く後悔しているという。もう一度ご覧いただこう。お分かりいただけたであろうか。熱心に原発の反対運動をしている人々の間に恐怖の形相が一瞬捉えられている。このおぞましい霊らしきものが原発デモの場に現れた理由は定かではないが、この憎しみに満ちた表情を見る限り悪意ある霊であることが予想される。この映像には
投稿者自身も恐怖を感じており、神社にてお祓いをしてもらったという。こちらの映像は撮影者のお孫さんが幼稚園内で行われた金魚すくいのイベントに参加した時に撮影した VTR である。無邪気にはしゃぐ子どもたちの中、思いもよらないものが映り込んでいた。もちろん撮影をした人も後日見た時には驚きを隠せなかったようだが、特にお祓いや供養はしていないという。今も何なのか判明していないこの映像は何かのメッセージなのだろうか。早いね。ちょっと皆さん、早いね。金魚早いでしょう。うちんちの金魚選んでいるよ。こっちいっぱいいるよ。4匹、お気づきになっただろうか、プールの中を2本の足が横切っているように見える。この楽しい水遊びに参加を望んだあの世からの訪問者だろうか。もう一度ゆっくり見てみよう。水面に映った人影ではないことは明白である。